はい、続いてご紹介していただくのがこちら、クッションウォーマーという商品になっております。こちらの方が中にこう電子レンジでチンして温められるシリカゲルセラミックパックっていうのが入っていて、そちらを入れていただくとこうウォーマーのように楽しめるっていう形ですね。はい、なるほど。非常にかなり動物の形になっていてそうですね、なんかこうなんだろう、抱え込むと安心できそうな形になってますね。はい、そうですね。抱き枕よりは小さいんですけど小脇に抱えて持ち運びもできたり、あと結構パンパンになって中綿がしっかり入っているので触り心地十分だと思います。抱き心地、触り心地が最高ということで、はい、おすすめとなっております。表面はこのようになっていて、裏面は無地の配色になっております。で、種類が今見ていたのがフクロウですね。で、これがオオカミ。オオカミもなかなかパンパンでふっくらしてますね。そうですねしかも結構気持ちいいですね。ありがとうございます。この辺おすすめとなっております。そして最後にご紹介するのがこちら、虎ですかね。はい、非常に昨年も人気だった虎のモチーフなんですが、今年もこういった形でクッションで出ています。ぜひよかったら秋冬シーズンの提案に取り入れてみてください。